まあ、とりあえず一歩踏み出そうと。とりあえずやってみる精神ってめっちゃ大事だと思って、迷ったらとりあえず行動してみる。それって俺が生まれてきた意味じゃねって思って。笹翔太郎と申します。所属はですね、今、株式会社リクルートという会社で働いてます。その他にですね、副業として、アセアンハウスという、東南アジア人と日本人が一緒に暮らすシェアハウス、を運営もしてます。はい。と同時にですね、この未来ラボという、プロジェクトで、この動画チームの、PMO、プロジェクトマネージャーをやらせていただいてます。僕は、もともとですね、まあ、言ってしまえば結構、最初はですね、裕福な家庭に生まれ育ったのかなと思ってまして、父親がですね、生命保険の会社。で、母親が専業主婦ですね。で、中学もですね、東京の中高一貫の男子校、まあ、芝高校という、あ、芝中学高校なんですけど、そこに進学させてもらってました。本当周りはですね、まあ、いわゆるお坊ちゃまと言われる人が結構多かったかなと思ってます。で、まあ、そんな中ですね、中学2年生ぐらいですかね、父親と母親が突如離婚してしまいまして、まあ、父親がまあ、出て行ったんですね、家を。でも本当、それからずっと連絡が取れないみたいな形で、その後、結局、養育費とか、をめぐって、もう法廷で争うみたいな、もう泥沼ですね。みたいな形で、こう、まあ、うちの、で、結局、まあ、そこまで裁判でも勝てず、まあそうですね、だから父親と結局、今まで一緒に暮らしてた父親っていきなり、その日から敵になってしまうという。そういう、まあ、当時の僕にとってはかなりこう、悲しい出来事ですね。で、それでこう、まあ、養育費もそこまでもらえなかったので、いきなりこう、貧乏になってしまうんですね。まあ、貧乏といっても、まあ、芝の中で、まあ、中高一貫の男子校のお坊ちゃん学校の中で相対的な貧困ですね。でも、当時のね、高校生、中高の僕からするとこう、例えばですけど、ファミリーマートのチキンあるじゃないですか。あれを毎日ね、買い食いできるんですよ。友達は野球部だったんですけど、野球部の友達は。で、僕だけ食べれないで、お母さんが、作ってくれて家から持ってきた冷め切ったおにぎりを食べると。ファミマの前で。で、みんなはファミリーマのチキン食べてて、それすごい嫌だったの覚えてますし、あとは、グローブとかも、中学高校と6年同じの使い続けて、でもみんなは2年おきとかに更新してるんですよね。だそういうの見て結構、僕は、なんか、で、馬鹿にされたりもしましたし、それで。なんか、コンプレックスをすごい抱いて、なんかまあ、とはいえなんかまあ、母親と2人でこうね、いろいろやりくりしながら頑張ってて、ただまあ、なんだけどなんか、そんな、当時ですよ、当時思ってたのは、なんでお前らはファミチキなんもせずに食べれてるの？親の七光じゃねえか、みたいな。わかんないですけど、そう思ってて、なんかまあ、漠然とコンプレックスがあって、で、そうですね。そういうコンプレックスがありましたね。そうですね。その時結構、だから、周りに対してコンプレックスを抱いてて、プラス、僕野球部だったんですね。野球部だったんですけど、まあ正直、その状態になった瞬間、野球もね、お金かかるスポーツですから、そんな続けられるとは思わなかったんですけど、でも、すごい、親も頑張って、働いてくれて、あと、朝早く起きてね、野球部の弁当を作ってくれて、体を大きくするために。で、なんか、本当そういうふうに、困難な状況でも支えてくれた母になんか恩返しがしたいな、みたいなのもあるし、まあ、片方、自分のネガティブな、こう、周りに対するコンプレックスから、野球でみんなに見返してやると、いうのがありましたね、うん。で、結局野球頑張ったんですけど、最後の夏の大会でレギュラーを、逃してしまって。なんかもう野球でみんな見返して甲子園行って、で、あやおくばこう、父親と母親が別れてしまったんで、僕がテレビに映ったら父親も、なんか僕が、あ、笹を、あ、翔太郎を産んでよかったなと。で、まあ、今はあんま思わないですけど、それを機にこう、母親とまた寄り戻そうみたいな思ってくれるんじゃないかなとか思ってたんですよ。だからテレビ映りたいから甲子園行きたいっていうのもあったんですよ。で、だから甲子園とか目指してたんですけど、そもそも甲子園行く前にレギュラー取れないって。
で、またバカにされて、お前めっちゃ口だけやん、みたいな。で、言われて、また悔しいっすよね。いや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 、みたいな。で、その後、大学受験になって、大学受験に挑むんですけど、今度は野球無理だったから、学問で周り向かしたのと。でも、その時僕全然勉、高校生の皆さんに言うのもあれなんですけど、全然野球ばっかり勉強できてなくて、素振りばっかりしてたんで、家帰ってから。全くですね、勉強してないんで、高3なのに制限定理、予言定理とかもわからないっていう高校生だったんですよ。偏差35ぐらいですね。でもそっからやっぱ見返すためには、テレビ出るためには、父親に見てもらう、テレビ見てもらう、テレビに出るためには、東大行かなきゃダメなんですよ。当時の東大って、今みたいにオンラインに合否発表じゃなくて、紙で、もう、東大に貼り出されるんですよ。リアルで。で、それを、先生がこう、あ、先生じゃない、メディアが取材しに来て、テレビ出れるんですよ。だから、東大来たことなんですけど。まあ、あと、周りもまた見返して、バカにする奴らも見返したいっていうので、東大行くって言って、また、口だけやろうなんですけど、単価切って、で、偏差35ぐらいから、東大目指し始め、まあ、はい、現役も、浪人もですね、失敗してしまう。で、またバカにさ、もうマジで口だけやろうかなって言われて、またバカにされ、どんどんこう、周りに対するコンプレックスみたいなのは増大していってしまったと。いう感じでしたね、中高生。東京大学目指してたんですけど、ほんと第10志望ぐらいの中央大学の法学部というところに、進学しましたね。で、まあ別に、ほんと同級生とか、中大の人には、まあ、申し訳ないかもしれないんですけど、やっぱり僕、こんなとこに来る人間じゃねえと。いやいや、なんでお前らとおらんなんかなあかんねん、みたいなことは正直思って、ふてくされて、もう入学式とか超雰囲気悪い、下向く、なんか、感じ悪いやつで。でも、サークルとかもなんか、一応入るけど、こうなんかふてくされて、もう、ほんと、みたいな。下ずっと見て、うじうじしてる、大学1年生だったんですよね。そんな感じでしたね。こう、ネガティブなコンプレックスみたいなのもあったんで、やっぱ、何かしらで見返してやりたい。何かしらで東大行ったやつにどっかで勝ちたいとかね、思ってたんですよ。絶対見返してやると。何かしらやんなきゃいけないなとは思ってて、で、その時に、はっとね、こう、舞い込んできたのが、サークルで可愛い先輩がいたんですよ。本当に。で、その人の、なんか、体験記見たんですね。なんか、フィリピンの留学行ってて、で、フィリピンの体験、僕も若干まあなんか海外みたいなぼんやりとなんか、まあ大学に入ったし、いろいろ視野広げようかなとか、まあ若干思ってたんですけど、全然踏み出すとかできてなくて、たまたまその先輩がこう、留学行ってたんで見てみたら、あ、めっちゃ楽しそうだなって思って。で、まああとはまあめっちゃ楽しそうだって思うのもあるし、その先輩と行けば、なんか共通の話題とかできるし、面白そうじゃんみたいな。だからまた、もっと仲良くなれんじゃないかなとか思ったんですよね、当時は。で、フィリピンの、その、学校のやる気ワン奨学金っていう大学のやる気ワン奨学金って、今でいう飛び立て留学ジャパンの、こう、中央大学版みたいな形で、30万円パッとあげるから、自分のやりたいことと留学をしてきなさいって。自分で計画立てて。で、中大のその奨学金で、フィリピンのセブ島に、1ヶ月半ぐらいですかね。もう思い切って行ったと。で、まあ結構ですね、そこがターニングポイントだなって思って、こうまあ、フィリピンのセブ、ほんと僕、だから初めてぐらいですよ、それが。留学で、まあ海外行くのがすごいほぼ初めてで。で、で、フィリピン行ってみると、全然違う光景が広がってるんですね、途上国で。もう、ゴミはそこら中に落ちてる。わーって気づくのから始まり、めっちゃストリートチルドレンいるじゃん、みたいな。子供は何？ゴミ拾って、それ、何？ゴミを、生ゴミ食べて生きてる人もいたりとかして。ただ、めちゃくちゃ、それでもめっちゃ明るく楽しそうに生きてるんですよ。その反面、大学落ちたぐらいで超うじうじして、なんか、ね、
別に日本って相対的に世界で見れば超豊かな国で、別に僕も食に困ってるわけでも全くなかったし、大学まで行かせてもらって、なのに超、大学をしたぐらいで超下向いて生きてる僕と、もう一つ、明日食べるお米もないのに、こう、めっちゃ楽しく生きてるフィリピン人。その、なんかもう対照性がもう僕をもうめちゃめちゃ、なんか、めっちゃ情けないな、自分と思って。なんか、ほんと自分ちっぽけだなって思って、その時になんか、はっとなったんですね。で、その時にやっぱり、で、そこのフィリピンっていうフィールドで、まあ、彼らもその、フィリピン人もすごい目の前に生きるために必死に頑張って、まあ、とりあえずやっぱりまず、目の前を一生懸命生きて楽しく生きることが大事だなっていうのは僕はそれすごい思って、まずは目の前楽しく生きようっていうのが一つ思ったこと。で、二つ目が、そういうフィリピンにいる人たちもそうだし、フィリピンのいる人たちのためにこう、NPO とかで支援、国際協力として支援している人たちがいたんですね。そういう人たちにすごい輝いてかっこよく見えて、ただ別に、あれですよ、日本のこう、ね、年収1000万とかそういう世界の話じゃないんですけど、ただなんか、その時思ったのが、まあ、僕は結構高校時代、大学時代、ステータスに縛られて結構生きてきたんですよね。まあ、見返すっていうのがあったんで。高校野球で甲子園行くとか、東大行くとか。でもそれで結局、まあ、成功しても失敗しても多分、全然幸せになれてなくて、うん。まあ、その時幸せじゃなかったし。ただ、でもフィリピンにいる人たちはすごい幸せそうだったんですよ。多分、幸せとか成功って、そのステータスじゃなくて、こう、毎日をまず楽しく来て、そして誰かのために一生懸命に生きることなんだなっていうのはフィリピンでめちゃめちゃ感じて、そっからこう国際協力みたいなところに、まあ僕の目の前にいる方が国際協力ってとこで、活躍されてる方だったんで、そうですね。だからその時僕は、フィリピンの NPO でボランティアさせてもらってたんですけど、その目の前にいる方がすごいかっこよく見えて、あ、なんか僕の生きる道というか、まあ、ここですごい大事なことを自分のちっぽけさと自分の成功の定義気づかせていただいて、フィリピンってとこで、まあ、恩返しじゃないですけど、なんかこういう、国際協力みたいな方々で、まあ、明るく生きている反面、いろいろね、そういう貧困から来る厳しい現実みたいなのを見てたんで、そういうものを変えられる人間になんかなって、自分もそれでしてあげてハッピーになれればいいなみたいなのはすごいフィリピンで感じて、もうだから、そうですね。だからそれをフィリピンで感じてから、今までこう、鉄仮面とか言われてたんですけど、日本では。フィリピン行ってからも超感受性豊かになって、もうなんかあるたびに涙ポロポロ出てくるとか、帰る時とかもう1ヶ月半しかいなかったのに超号泣しちゃうみたいな。すごいなんか人も変わったんですよね。だからすごい。フィリピンがすごいターニングポイントでしたね、僕にとって。さっき言った、こう、その、当時の自分とフィリピンの人々のこう、超かけ離れた対照性っていうのは一つあったと思いますね。なんかもう違う世界めっちゃ見えたみたいな。それは一つあったのと、あとはまあシンプルに多分フィリピンとか途上国とか東南アジアの魅力なんじゃないかなと。多分こういうことを言う、東南アジア行ってこういうふうなことを言うと結構いいと思ってて。うん、なんか、すごいあったかい人々なんですね、東南アジアの方。こう建前とかは全部なしで、もう何でもこう壁を作らずに向かってきて、まあ時に鬱陶しいですけど、本当家族みたいに誰でも接してくれて、こうね、大学生の僕をね、なんか何も日本でできないなと思ってた人、自分をこう受け入れてくれる人々が途上国にはいて、なんかそういう人たちが僕変えてくれたなと思ってますね。ちっちゃなステップだったんですよ。綺麗なサークルの先輩と共通の友人、話題を作りたいっていう謎の、まあ、謎じゃないです、多分これ。普通の男の欲望です。でも、そんななんか、こう、なんでしょうね。なんていう、まあ、そんな真面目な理由じゃないんですけど、でもめっちゃ大切なターニングポイントに出会えたんですよ。だから、きっかけは何でもいいと思ってて、とりあえず行くみたいなとこは、本当、良かったなと。し、なんか、とりあえずやるみたいなめっちゃ大事だなと。そうですね。そこからやっぱり先ほど申しました通り、国際協力みたいなところに興味を持ったんですね、たまたま。やっぱフィリピンに行ってそういう人たちに出会ったので。で、貧困問題みたいなところが、やっぱフィリピンだと僕にはすごい刺さって、じゃあ、国際協力って文面で貧困問題、
みたいな社会問題、なんとなくなんか解決したいなとか思い始めて、ただまあ、まず全然フィリピンしか知らないので、東南アジアとか、まあ他のいろんな世界を見て回って、で、貧困のこうスラム街とか行って、いろいろ、なんか、人の話聞いてみたいなと思ったんで、20カ国ぐらいこう回って、いろんなスラム街とか行って、いろんな世界の現状を見てきましたと。で、その後、こう、その中でミャンマーって国に行くことがあって、で、そこでもこう、ミャンマーの現状を見て、っていうのをやってましたね。で、その中では、まあ、こう、貧困問題を解決する方法としての、なんか、ソーシャルビジネスだったり、マイクロファイナンスみたいなところで、ちょっと注目して論文書いたりもしてまして、まあ、そこでミャンマーに行ってたんですけど、まあ、そのミャンマーの経験があって、日本帰ってきた時に、まあ、あれですね、大学って2ヶ月ぐらい秋、夏と冬に何回休みがあるんで、そこで結構行ってたんですけど、で、こう、冬休み終わった後ぐらいで日本帰ってきた時に、NPO 法人の e-education っていう、団体があって、そこでこう、ミャンマープロジェクトリーダーで、を募集したんですね。で、ミャンマーに行っても、NPO 法人 e-education が、東進ハイスクールなんですかね。東進ハイスクールの全世界版で、先生がいない地域に、こう、都市部の、林修さんみたいな人の授業を取って持っていったら、先生がいなくても、教育の格差ってなくなっていくんじゃないのみたいな NPO なんですよ。で、そこで、ミャンマーでそれ、ミャンマーのこのヤンゴンの林田さん見つけて、ミャンマーの山奥に届けてこいみたいなのを、大学生一人にやらせるっていう NPO にして、うわ、すげえそれ面白そうじゃんっていうことで、応募したら、まあ、ミャンマー行ったことあるし、受かりまして。で、あと、飛び立てる学ジャパンっていうですね、もう全額給付、返さなくていい奨学金をもらうことができて、ミャンマーに1年間行くって決断をして、行きましたね。そうですね。え、結構、結論から言うと、ネットとかで見て、ツイッターかネットかなんかで見て、で、イベントあって、イベント聞きに行ったら、そのイエデュケーションの代表のミワさんって人に会って、あ、これいいじゃんと思って応募したって感じなんですけど、結構もうね、大学1年以降はめちゃくちゃアクティブ、超フッカル、って感じで、だそれはもうフィリピンの成功体験があったからですね。一回もう、女の子と、仲良くなりたいっていうので結構成功しちゃったんで、あ、もう何でもやってみりゃいいんやと思います。だからそこからもう超何でもやるみたいな人でした。結局 e-education でミャンマーに行って、まあ、当時も僕行った時には、まあ、ミャンマーの林田サムサーみたいな人の授業は全部、見つけ終わって収録も終わってたんですけど、ミャンマーのチン州っていうもう本当山奥の一番貧しい州ですね。に、その実際に取り終わった授業を持って行って公立学校で導入するっていう、実際にこう使ってもらうためにフォローするみたいな仕事を僕やってたんですけど、その時に思ったのが、なんか必要とされてるってもちろん教育、僕ら映像授業持ってって教育環境を整えようっていうことをやってたんですけど、いや、教育環境を整えるのも大事なんだけど、そもそもみんな映像授業を持って行っても全然勉強してないじゃん、みたいな。で、いや、勉強するその炎がなければ別に、ね、炎がなければいくら薪組んでも意味ないじゃん。だから言ってみれば薪が僕らが持って行った映像授業なんですけど、だからその炎をまず灯そうぜっていうのをやろうと。多分そこに問題はある。で、ここが、解決しないから、いくら教育環境整えとかダメだし。で、そこで行くともう、だからミャンマーって発展していかないんだよ、と。だからその心をどうやったら火と、灯るんだっけ、みたいな。っていうのを考え始めて。で、その時思ったのが、先ほど自分も言ってたんですけど、こう、まあ、その時は結構コンプレックスで周り見返してやるぞって言って頑張ったみたいな話を僕したと思うんですけど、まあ、もちろんね、ずっと見返そうっつって、ずっと炎をずっと灯ってたわけじゃないです、僕だって。絶対、全然部活、超野球厳しかったんで、全然野球行きたくないっつってサボった日ももちろんあるし、勉強サボった日だってもちろんあるんですよ、予備校サボった日。でもまた、でも次の日またやる予備校行こうとか、野球の練習行こうって頑張れたのは、
僕意外とこう、動画でロールモデルと言われる人たちのストーリーを結構僕見てたんですよ。僕にとっては孫正義さんの授業だった。あ、孫正義さんの動画ですね。をまあ、当時ね、日本だったらこう、一応、なんかパソコンはあって、YouTube みたいなのあって、で、孫正義さんのこう、孫正義さんって、結構若い時ね、差別とかにあったりとか、まああと、そこまで裕福な家庭じゃなくて、そう、在日韓国人2世か何世なので、住む住所がなくて、で、いじめられたりとかもしてて、いや、その中でもこう、今ね、日本一の、こう、お金持ちですけど、ほんと世界をね、代表するような起業家ですよね。そういうふうな形まで、灰のつくばって、登っていったストーリーっていうのを見て、確かに状況とかシチュエーション若干僕違うけど、でもなんか困難から這い上がったストーリーって一緒じゃないみたいな。いや、孫正義さんできたんだから、いや、俺できるっしょみたいな思って、明日も頑張ろうって呼び声いけたんですよ。で、でもよく考えてみたら、その時僕が見てたミャンマー人のこうやる気ない人たちって、当時の僕にも似てたんですよね。で、何が違うんだって思ったら、情報だったんですよ。僕は、パソコンで YouTube 見れたんですよ。日本語で孫正義さんのビデオ。でも、ミャンマーにはそれがなかったんですよ、多分。うん。で、よく調べたら、英語ではあるんですよ。でも、ミャンマー語ではない。で、山奥の人たち、山奥の子供たち、英語使えないんですよ。なんなら、地方の言語なんで、ミャンマー語も使えない人もいると。まあ、ほぼ使えるんですけど、だからもう、ミャンマー語でミャンマー人のためのそういう心に火を灯すような動画を作ろうというところで、だからもう結局自分、過去の自分が勇気づけられた動画を今度は僕がミャンマー人の子供たちのために作ってあげようというプロジェクトを思いつきまして、で、ライブザドリームっていう会社なんですけど、もうやってる人いなかったんで、僕が起業して作るぜっていうことで、ライブザドリームの会社立ち上げて、やってましたね。まあ、そうですね。だから、本当僕にとっての孫正義さんのビデオみたいにいっぱい作って、子供たちがやる気出してもらいたいなと思ったんで、そう、ミャンマーの孫正義さんみたいな。ミャンマーの柳田さんみたいな。ミャンマーの本田圭佑さんみたいな。そういう、もうね、各界のもう、ロールモデルと言われる人たちを、もう片っ端からもうね、ミャンマー中配つくばって探して、うん、そうですね。今何本ぐらいかな。もう100、200は、超えてると思うんですけど。で、今ですね、もうほんと1ビデオ、何百、何千、何万シェアってされるぐらい。で、もう再生回数も、まあ絶対10万とかはいきますね。で、今、基本的にミャンマーは Facebook で、インターネットは構成されてるんですけど、100万人のユーザーがいて、っていうメディアになってますね。まあもちろんそういうロールモデル、のビデオだけじゃなくて、そういうロールモデルみたいになるためにどういう学校に行けばいいんだっけ、どういう勉強をすればいいんだっけとか、なあ苦しい時にどういうふうにリフレッシュしたらいいんだっけみたいな、そういう教育とかキャリア教育に関わる情報を流してるっていう状況ですね。いや、そうですね。そう、確かに大変ですね。ミャンマー語俺もあんまりわかんないですし、もちろん、ね、言葉が違えばね、齟齬が起きるんで喧嘩になるんですよね。喧嘩というか、まあ、すれ違いですね。で、やっぱりこう、チームビルディングみたいなとこはめちゃくちゃ苦労して、ミャンマー人もこう、比べるわけじゃないんですけど、遅刻もよくするし、遅刻した割に早退するし、みたいなところもあったんで、チームビルディングなかなか大変でしたね。で、それ、なんか、で、結局、ストライキされたりしたんですよ。会社のメンバー当時3人いたんですけど、3人ともいきなり会社に来なくなるみたいな。で、しまいには殺人予告されてしまうと。まあ、ね、まあ、多少言い合いとかもしたこともあったし、なんか、そういうので、まあ、もう Facebook で笹は殺すみたいな。会社の社長の、なんか変な、日本からやってきた大学生の変なやつがいるみたいな。Facebook で10万シェアとかされて、あ、やっべえこれと思って、これはやべえぞってなって、で、まあ、その時、まあ、なんとかなったんですけど、まあ、その時、思ったのが、
目の前のこう従業員大切にできてなかったなと思って。確かにもう今100万人のね、子供たちに届くメディアになってますけど、当時まあ、あとは、従業員を守るためにこう、お金も稼いでいかなきゃいけないので、お金投下政策とかしてお金は稼いでたんですけど、そういうまあ、お金を稼ぐだったり、より大きなメディアを作るってことに集中しすぎて、一番近くのね、身の回りのこう、一緒に働いてくれてる社、従業員を大切にできてなかったなと思って、やっぱり僕もこう、ちょっと、ムカッとして言い方悪くなってしまったり、態度に現れてしまったりとかもあったと思うんで、まず謝って、とりあえずね。で、まあ、そっからもう、めちゃくちゃ従業員ファーストで、従業員の誕生日が来れば、誕生日会めっちゃ壮大にあって、送別会もめちゃめちゃ、色紙作って、ミャンマーってあんま色紙作る文化がないんですけど、色紙とか作って、もう、めっちゃみんなでセレブレートしたりとか、休日はみんなでキャンプに行ったりとか、っていうのでだいぶみんな、ね、一丸となって変わっていきましたね。まあ正直最初は、ネガティブなモチベーションですね。あの時バカに、高校時代僕をバカにした奴ら、言い方悪いですね。高校時代バカにした彼ら、そしてね、大学時代もね、全然結果出せなかったんでバカにした人たちを見返してやりたいとか、あとはね、やっぱお父さんっていうところがあったんで、お父さんをまあ、なんか僕の存在を知ってほしい。絶対こう見返してやるじゃないですけど、有名になって、ね、あ、後悔させてやるじゃないですけど、そういう気持ちもあったんですよ、正直。っていうネガティブな、こう、モチベーションだったんですけど、ミャンマーでそれこそ今話したこう、チームビルディングみたいなしてるときに、なんか変わっていったなって思ってて、その時、一人の従業員が言ってくれたのが、いや、笹のおかげで、まあ、当時、その子は結構新卒で入ってきたんで、ミャンマーって基本中途の即戦力と言われる、すぐ雇ったら、次の日からでも、こう、会社の売り上げに貢献できるだろうみたいな人しか雇わないんですけど、僕は日本っていう、日本は結構新卒で、一からね、若い人を育て上げて、行くっていう文化があるんで、そういうふうに日本のこう、新卒文化みたいなのをミャンマーに当てはめて、ただ、ミャンマーにも新卒でめちゃくちゃ優秀で、ポテンシャルある人いっぱいいるんですよ。だからそういう人たちを拾って、育ててっていうのをやってたんですけど、でも本当になんか笹じゃなかったら、私は多分この会社で、いや、そもそも多分今働けてない正社員として。だからこんなお金も稼げてない。で、けど笹のおかげで、笹が雇ってくれたおかげで、このプロジェクトのおかげで、お給料もらえて、それを田舎に仕送りしてるんだけど、田舎の私の弟が学校に行けなかったんだけど、行けるようになったと。ありがとうって言われたんですね。いや、その時ね、めちゃくちゃ心震えて、あ、なんか、当時なんか、何もできなくて失敗ばかりだった僕でも、こう、一人の人生じゃなくて、その子だけじゃなくて、その子の家族もハッピーにできた。あ、それめちゃくちゃいいやん。当時別に僕のアイデンティティなんて何も野球もできない、勉強もできない、もう家は貧乏、なんだ俺は、と思ってたんですけど、あ、僕がゼロから生み出したもので、こんなに幸せにしてくなってくれる人がいるんだ。それってめちゃくちゃ嬉しいじゃん。それって多分俺が生まれてきた意味じゃねって思って。あ、それこそがアイデンティティだと。ゼロから一生み出して、誰かのためになって、嬉しいって感情、それこそが僕のアイデンティティだなって思って、その時からこうなんかそういう、自分で生み出したもので誰かが喜んでくれるっていうのがまあなんか、モチベーション。だからポジティブなモチベーションに変わったかなと思ってますね。まあ、ミャンマーの会社もですね、結構順調に伸びてはいたんですね。ユーザー数もこう100万人ぐらいまで、こう、当時は全然30、40万ぐらいでしたけど、伸びてましたし、まあ、売上的にも伸びてましたし、っていうところだったんですけど、まあ、ある程度こう、自分の中でもプチ成功みたいな、成功体験詰めて、まあ、人生初の成功体験ですよね。若干21歳にして初めての成功体験だったんですけど、なんか、やっぱりですね、そっから、それを見ると、こう、もっと欲が出てきてしまうというか、
もっと多くの人にこう、ね、従業員、さっきの話した一人のね、女の子の従業員じゃないですけど、そういう人をもっと増やしたいなって思ってきたし、彼女一人を変えるので多分仕送りしてるんで5人変えられるんですけど、それをじゃあ100人にしたら500人の人生変えれるかもしれないと。どんどん欲が出てきてしまって、やっぱり多くの人に影響を与えるような人間になりたいなと。で、そうなった時にやっぱりミャンマーだけにとどまらず世界中でですね、多くの人にインパクトを与えるような、事業家になりたいなと。いうふうな、どんどん欲が湧いてきました。で、それを考えた時にですね、やっぱ自分自身まだまだ未熟だと。その会社やりながらね、ストライキ食らって、殺人予告されるなんて、社長失格っす。多分人間としての器がまだできてなかったと思ってて、やっぱ自分もね、人間として、そして事業家として、ビジネスマンとして、もっと、大きくしなきゃいけない。そうなった時に、やっぱり、最高の学ぶ環境としては、僕にとってはまあミャンマーではなく世界で活躍するのであれば、一番キャッチアップスピードがね、母国で早い、日本なのかなと。なので一旦日本に帰って、修行しようという話になりました。で、その時、思ったのが、じゃあどういう会社にするかという話なんですけど、その時、ミャンマーである程度自分で起業して会社やってたんで、営業するとか、あとは、ウェブサイト作るとか、マーケティングをするとか、お金回り考えるとか、人事、採用とかするとか、一通り全部やってみて、自分の強みって結構、ね、今も話してますけど、自分が話すことで人の心揺さぶって、まあ、営業のね、売り上げ取ってくるでもいいし、案件取ってくるとか、インタビューするとか、そういうところなのかなって思って、どっちかっていうと、こうね、エンジニアみたいにプログラミングしてっていうのはちょっと苦手意識あったんですね。で、もちろん将来的にもっと大きな起業家になるためには全部できなきゃいけないんですけど、やっぱり、例えばルフィとか思い浮かべてほしいんですけど、ルフィって正味あんま何もできないんですよ。いや、何もできないです。泳げないし、料理作れないし、武器使えないし、後悔もできないと。ただ、ルフィがめっちゃ強いのって、腕がめっちゃ伸びてめっちゃ強いっていう、めっちゃ取り柄を持ってるんですよ。飛び抜けた。で、それが僕にはないなって思ったんですよ。ある程度めっちゃまんべんなくできるんですけど、めっちゃ特化してめっちゃすごいっていうものがないんで、めっちゃすごいエンジニアとかついてこないんですよ。だってめっちゃすごいエンジニアもまんべんなくできるんですよ。じゃあ、僕は飛び抜けたルフィみたいな男になる。じゃあ、ルフィの腕伸びるものって僕にとって何なんだろうって考えたときに、ポテンシャルあるのは、営業とか、言葉を使って何かを動かす力だなと思って。で、じゃあ営業が、まずは営業だと。営業が一番強い会社ってどこだって言ったときに、まあ僕の中では、リクルートって会社。まあ多分、社会に結構、リクルートって会社は営業マンが強いと。いう印象が強いと思うんですけど、そういったとこからリクルートって会社選んで、最初の1、2年目は、はい、営業をしてましたね。はい、アセアハウスっていうのは東南アジア人と日本人が一緒に暮らすシェアハウスということでですね、まあ、いわゆる国際交流シェアハウスですね、の東南アジア版みたいな形でやってるんですけど、なんでそれを作ったかみたいなところでいくと、僕、ミャンマー住んでて起業してるときにですね、ミャンマー人と一緒に住んでたんですよ。で、ミャンマー人と一緒に住む前って結構僕、正直ミャンマーあんまり好きじゃなかったんですね。まあ、それこそね、ストライキされるし、なんかまあ、従業員も遅刻して、帰宅せに早退して帰っていくし、なんか態度悪いし、なんなんだ、みたいな。でもその、シェアハウスしてミャンマー人と一緒に住むことによってめっちゃ変わったんですよ。っていうのも、なんか一緒に住んだら、なんで遅刻するんだとか見えてくるんですよね。朝起きるのめっちゃ遅いじゃんみたいな、たまたまですよ。とか、いろいろもうその人の人生が見えてくるし、その人の国の文化がめっちゃ見えてくるし、ただ悪いとこもいいとこも見えてくるんですよね。その代わりめちゃくちゃ優しいじゃんみたいな。あ、ミャンマーめっちゃいい国じゃんみたいな。その人を通して、こうその国を見ることができたんですよね、シェアハウス。それ一緒に住んだからですよ。で、じゃあそれ日本帰ってきた時に、
日本帰ってきたらミャンマー人に会ったんですよ。そしたら、昔の僕みたいに、いやーなんか日本あんま好きじゃないわ、みたいな。偉そうになんか命令とかしてくるし、見下してくるし、みたいな人がいたんですよ。寂しいね、みたいなこと言ってたんで。あ、これ、ミャンマーにいた笹と一緒じゃんって思って。じゃあ、あの時のミャンマー人のように僕が一緒に住んで日本の印象をね、僕を通して日本っていう国の印象を、彼の中の日本っていう国の印象を変えてあげたいなと思って、で、始めましたって感じですね。なんかまあ、さっきも言ったんですけど、最初はまあネガティブなね、見返したいとかいうモチベーションでしたと。でも、徐々にこう、ゼロから僕がゼロから生み出して、誰かの、こう、幸せに貢献できるみたいなとこが、すごいやりがいに変わっていて、ポジティブなモチベーションに変わっていったなっていうのは、思ってますね。補足すると、こう、ライブドドリームの時はそういう従業員が、僕がゼロから生み出した会社で、従業員がね、こう、弟が学校に行けるようになったって喜んでくれるのが僕にとってのやりがい。会社やってよかったと思ってましたし、で、まあ、そういう従業員のハッピーがある一方で、僕たちが撮ったね、ミャンマーのソンマサラスさんみたいなビデオで涙流してくれる女の子もいたんですよ。それ見た時に、うわ、マジでこれやってよかった、みたいなのは思いましたし、あとはね、アセアンハウスで、こう、日本人、初めてこう日本人と正面から話して、なんか本当優しくて、また帰りたいと思ったよ、アセアンハウスに。本当また来るね、みたいな感じで、それをまあ、本当海外と関わったことない日本人と海外の東南アジア、インドネシアの子がやり取りしてるんですね。そういうのを見ると、あ、なんか彼らにとってのインドネシア、彼らにとっての日本を変えられた。そういう場をゼロから僕が生み出すことで、彼らの価値観自体をね、変えられた。あ、これ、めっちゃやりがいだな、とか思いますね。ちらっと先ほども言ったんですけど、もっともっと大きな企業家になってですね、そういう彼女のような仕送りできるようになったよって人をもっともっと、ね、これ多分ね、一番の国際協力だと思ったんですよ。僕最初はボランティアみたいなところからね、スラム街に炊き出しを行ってみたいな国際協力から入ったんですけど、結果起業してみて、まあ最初はね、起業するも、きっかけもまあそういうソーシャル的な社会起業家的な要素でしたけど、結果まあめっちゃビジネスになってるんですけど、で、人雇います。で、やっぱりお金ってね、結局一番僕思ったのが、大きいんですよ。やっぱお金があれば学校に行けるし、ね、炊き出しを行ったと言っても、そんなに、その日のお米をね、食べられるだけですよ。まあ、それも非常に大切なことだし、非常に価値のある活動だと思うんですけど、やっぱ持続的に人々の生活変えるのはやっぱお金で。で、お金を生み出すのはやっぱ雇用なんですよ。だから、雇用を生み出すこと自体が、やっぱ最大の国際協力だって僕の中では思った。だからそれを、もう一人じゃなくて何万人、何十万人とやっていきたいですよ。だから、途上国っていったところで、そういう大きな企業、何人も雇える企業を、何個も作って、笹財閥をですね、作っていきたいなっていうのが僕の夢ですね。野球やってましたよね。誰か見返すために。いや、もう最高っすね。そのまま突っ走れと僕は言ってやりたいですよ。まあ、僕の場合はそんなに、こう、ああすればよかった、こうすればよかったって後悔はないっすね。なので、こうしろっていうのはあんま言わないし、まあ、むしろこう、ね、当時の、取った僕の決断を正解にするように今後またもっと頑張っていきたいなっていうのは思うんですけど、そうですね。やっぱそのまま、やっぱり高校野球一生懸命続けろと。続けてまた苦しかったからこそ、また次大学受験頑張ってみんな見返そうが出てきたんですよ。多分、対して、頑張ってなかったら、もうなんか、そういうまた大学受験次は頑張ろうとか思ってないんですよ。だから、その時めちゃくちゃ頑張ったから次見えてきた。ただ、そのまま高校野球頑張れって僕は言いたいですね。いいっすよ、いいっすよ。そんな、よくないっすよ。よくないっすけど、高校野球終わった時偏差35でいいっすよ。ダメっすけど、いいんですよ。でも、それも高校野球めっちゃ一生懸命頑張ったんだから。一生懸命一つのこと深く掘ったら、やっぱ、深
深く掘ってしかね、得られないのって絶対あるんで、もうそのまま突っ走って頑張ってくださいっていうのを伝えたいですね。そうですね。僕の伝えたいことはですね、二つですね。一つ目が、とりあえず一歩踏み出そうということです。ね、最初僕は多分ね、一歩はね、ちょっと不純な動機でしたと。はい。ちょっと好きかもしれない先輩と、これをちょっとカットしたいからね。ちょっとね、綺麗な先輩とお近づきになりたいという不純な動機だったかもしれない。でもそれでもう一歩踏み出したから新しい世界見えてきましたと。で、一歩踏み出してみたら、フィリピンに行ってめっちゃ世界変わって、で、また一歩踏み出してみたらミャンマー行って、で、また一歩踏み出してみたらまた新しい課題が見えてきて、モチベーションだってなって、動画作るってなって、起業してみたら、起業めっちゃ楽しいってなって、もっと、多く、でっかい会社作りたいからって言って、次はまた日本戻ってきて、いろいろ働いて、とりあえずやってみる精神ってめっちゃ大事だと思うんで、なんかそういうのは、迷ったら、とりあえず行動してみる。今思ったら、もう、とりあえず例えば、なんか気になるな、この人っていう人いたら、とりあえず Twitter で DM してみるみたいな。今やる。それ一つめっちゃ大事だなって思いました。で、二つ目。で、とりあえずやりたいことやってみる。っていうのは、正味みんなできるんですよ。それを一生懸命やるから、もっとやりたいことが見えてくるし、ね、そのやりたいことがもっと大きく、自分のやりたいようにできるようになるんですよ。なので、やりたいことを見つけるだけじゃなくて、次はもっと一生懸命やってみよう。僕で言えば、野球も一生懸命やる。受験ももうやるんだったら、とことん東大目指し一生懸命やる。ミャンマー行ったらもうね、ストライキとかね、殺人予告されたらなんかビビって帰る人いっぱいいますよ、絶対。でもそれ絶対諦めない。まずはとりあえず謝る。で、そのまま、ね、反省生かしてまたもっと頑張る。っていうのをやったからまた新しい世界が見えてきたと僕は思ってますし。だからその一生懸命やるっていうのは、大切にしてほしいな。で、そしたらね、正直に僕もそんなに恵まれた環境でね、僕よりもね、頑張って、苦しい環境から這い上がろうとしている人たちがいっぱいいると思うんですけど、そんなね、恵まれた環境ではなかったと思うんですけど、そんな状況でもですね、何か踏み出して一生懸命やってみたら絶対何か見えてくると思うんですよね、そんな人でも。だからなんかそういう人たちのがこれ見てくれて、なんか勇気になってくれたらもっと動くわいいしなと思ってます。頑張ってください。